皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ、スキビディトイレ71話、めちゃめちゃ情報量多いですね。いや、 G-MAN ね、 4.0 が出てきてくれたのも嬉しいし、バズソーミュータントスキビディトイレもね、アップグレードしてまた出てきた。で、奥には何やらコンテナを運んでおりますよ、スキビディトイレが。なんかこう見ると親子みたいだよね。ちょっと仲良さそうだよな。で、この後ね、何かね、はい、ここでね、話してるような感じにも見えるなって思ったんですよ。そして何やらスキビディトイレたちが物資をですね、運び出してますよね。この中身は何なのか。そしてですね、 G-MAN たち、スキビディトイレたちが、はい、離脱した後に現れたアップグレードディテイナーアストロトイレ。さあ、こいつの行動には不可解な部分が多いですよね。考察してみたんですよ。一体ね、アストロトイレたちの目的は何なのか。それらの謎はこのスキビディトイレ70話と今回ね、はい、出た71話をですね、同時に見たら結構ね、見えてくるものがあったので、今日はね、同時に見ていきましょう。はい、というわけで70話と71話がですね、はい、つながる前にですね、70話パート1のシーンをね、ちょっと見ていこうかなと思います。はい、このようにね、アップグレード GD スキビディトイレがアップグレードディテイナーアストロトイレによって粉々にされてしまいました。しかし生存が確認できましたね。さあ、タイタンたちの前になぜか突如現れたアップグレードディテイナーアストロトイレ、こいつの目的は何なんでしょうね。いやー、このように問いかけた後にアップグレードディテイナーアストロトイレは、お前たちタイタンはみんなくたばる運命なんだよと言ってですよ、退却するんですよね、笑みを浮かべながら。このシーンはね、個人的にはね、不可解なことが多いんじゃないかなと思います。このね、アップグレードディテイナーアストロトイレは何のためにここに現れたのか。タイタンたちと一応ね、交戦はしてるんですけれども、このようにですね、攻撃を受け止めたり跳ね返したり避けたりするだけで、あんまり攻撃してこないんですよね。でもなんでアップグレード DJ スキビディトイレは粉々にされてしまったのということでですね、まあ結果ね、粉々にされたんだけれども生きてたんだけれどもね。なので、ディテイナーアストロトイレ、アップグレードディテイナーアストロトイレ、今のところゼロキルでございます。おめでとうございます。殺さず。アキシはですね、このシーンを見て、アップグレードディテイナーアストロトイレは、とりあえずね、アップグレードタイタンスピーカーマンとかカメラマンとかテレビマンの撃破は置いておいて、このね、サイエンティストスキビディトイレの撃破をカメラマンやスピーカーマン、テレビマンたちにやってもらおうと思ってたんじゃないかなっていう仮説をちょっと立ててみたんですよ。過去にですよ、ディテイナーアストロトイレはサイエンティストスキビディトイレにね、痛い目に遭ってるんですよね。これはアップグレード前のね、ディテイナーアストロトイレなんですけれども、あ、懐かしいね。いやー、サイエンティストメック、さあ、こんな感じでね、はい、左腕を取られちゃってますからね。サイエンティストがね、脅威だなって思ってると思うんですよね。で、この時なぜアストロトイレたちは G-MAN をね、はい、狙っていたのか。単純にですよ、 G-MAN の撃破が目的なのかなとも思ったんですけれども、 G-MAN ってさ、ここ流すところさ、引いてもさ、流れないじゃん。だからね、なんかね、普通のスキビディトイレとはね、違う、まあ、たくさというかね、能力があると思うんですよ。その能力が欲しいのか。とにかくこのアストロトイレたちは G-MAN を孤立させて接触してこようとするイメージがあるんですよね。で、 G-MAN の横にはね、かなりですね、まあ、護衛と言わんばかりにですね、このサイエンティストがね、横にいたので、いや、このサイエンティストをね、まず始末しなきゃって思ってたかもしれません。なのでね、タイタンとはね、本格的にはね、戦わず、はい、逃げていったと思うんですよね。強いのにかなり冷静ということでね、まあ強敵なのは間違いないなって思ってたんですけれども、今回の71話がね、出たことによって、アストロトイレたちの目的、またさらにね、深掘りできますんで、これ最後にまたお伝えしたいと思います。さあ、今度はですよ、スキビディトイレ70話と、はい、スキビディトイレ71話をですね、ちょっと横に置いてね、はい、時間を合わせて見ていきたいと思います。ここでどんどんしてるでしょ。これがね、一つちょっとポイントになるんじゃないかなと思ってるんですよ。はい、動画をまた再生していきます。まだ71話は始まっておりません。で、サイエンティストの扉に入ろうとした、ここでつながります。サイエンティストの扉を開けてですよ、透明になってプランジャーマンとナイフスピーカーマンがサイエンティストに相対しようとしている時に、アップグレードタイタンテレビマンと他のタイタンたちが、はい、このように戦っていたということでですね、さあ、同時期にね、起こっていたことをこうやってね、同時に見てみるとね、結構ね、いろんなことが見えてくるんじゃないかなということでね、さあ、見ていきましょう。
さあサイエンティストと、はい、これから本格的なバトルに、はい、差し掛かろうとしております。さあそしてですよ、71話の方ではですね、はい、このあとジーマンが現れるわけなんですけれどもね、この時にジーマンたちはですね、はい、荷造りをしてると思うんですよね脱出前にですね。でなんならサイエンティストを待ってるんじゃないかなってちょっとね思ってるんですよ。必要にさ、こうやってサイエンティスト逃げようとしてるでしょ。でもね逃げられない、はい、このねモヤを出してワープしようとして逃げようとしても阻止されるということでね、イライラしますよね明らかにサイエンティスト。さあそしてですね、ジーマンたちが脱出しようと、はい、ハッチを開けます。巨大ハッチを開けてですね、ここからね、はい、いろいろなね物資が運び出されますよということでね。さあサイエンティストはなかなか逃げ出せないさあでもね、プランジャーマンとかね、ナイフスピーカーマンもいつ見てもねちょっとね心が痛みますが、さあ戦っておりますジーマンがここで、はい、現れました。おそらくジーマンはここで、いやサイエンティストのやつまだ来ねえのか、おっせえなみたいに思ってるか、それかね、サイエンティストおとり説もあると思うんですよね。いつもジーマンがおとりになってたんで、クローンがねおとりになってたんで。さあそしてですよ、ここで、はい、何やら話しております。話しているかは分かりません。でもアキシはなんか味方によっては何かを、あージーマンにね、はい、このバズソーミュータントが伝えてるように見えなくもないなって思ったんですよ。その伝えてる内容はサイエンティストがどうやら合流できません、もしくはサイエンティスト到着が遅いんでジーマン様先に行きましょう、なぜならサイエンティストは、はい、ジーマンたちとね合流したいと思ってるはずなんですよ。でもなかなか逃がしてもらえない、もしくはですねサイエンティストが足止めしてるっていう可能性ですよね。でも逃げたがってることからですね、おそらくジーマンたちと合流して逃げたかったんじゃないかなって思うんですよ。さあそしてね、これ以上、はい、サイエンティストを待ってられないな、そうだなということでジーマンたちは、はい、後にしようとするわけですよね。はい、このねアルファヒルズ基地をね、はい、捨ててですね。さあそしてね、サイエンティストメックね、クワッドレーザーサイエンティストメックが、最終兵器が現れます。はい、ここでストップ。ここで71話の方ではですね、ディテイナーアップグレードディテイナーアストロトイレがなんかねハッチの方を見てるんですよね。ここでディテイナーアストロトイレが思ってることは、どうやらサイエンティストは来ないようだな、なまだ中にいるようだな、ワンチャンカメラマンたちがサイエンティスト倒してくれてんじゃないかなみたいなね。でアップグレードディテイナーアストロトイレはこの後ジーマンたちを追いかけます。これなら勝てるって思ってるんじゃないですか、ジーマンにサイエンティストがいないならね。はい、今までねサイエンティストに阻止されてきましたから、というわけで、はい、これでちょっと飛ばします。71話終わってしまったんでね。はい、でこの後ねサイエンティストが、はい、上のねハッチを開いて逃げようとするんですけれども、3体のタイタンによって拒まれるということでですね、いやーこの間タイタンたちが、はい、このね巨大なねロケットをね撃ってくるスキビディトイレたちを倒して、おそらくねサイエンティストの元に向かったと思うんですよ。はい、このサイエンティストがね出ていったこの巨大ハッチに到着するまで、はい、こっからですよ、こっから、はい、ここまで皆さん何分かかってると思いますか、ここに到着するのに。はい、なんと2分20秒です。はい、この巨大なねロケットを装着したスキュビディトイレを倒して、はい、このねサイエンティストがね出てくるこのハッチまで2分20秒で移動しています。だからね距離はねそこまで遠くないのと、あとはね2分20秒って結構すぐだと思うんですよね。なのでこのハッチから出てくるからタイタンたちお出迎えしてっていう作戦だったのかな、あらかじめねここの位置がね分かってたんじゃないかなって思うんですよ。ブルースーツカメラマンがねいろいろなこと知ってたんで、もしかしたらね、はい、情報を与えてたのかもしれませんね、タイタンたちに。そこで待っててみたいなね。さあそして2つ目の謎ですね、このコンテナの中身は一体何なのかっていうことなんですけれども、でも真っ先にねみんな考えると思うのは、はい、このお部屋にあったね様々なねなんか機密情報みたいなやつ、これを運び出してるんじゃないのってみんなね結構考えると思うんですよ。だがしかし70話と71話をね比べて見てみると浮かび上がってることがねあるんですよ。はい、またね重ねてみますよ。はい、このプランジャーマンたちがさっきの部屋をね後にしてからコンテナをですね運び出そうとしているこのスキビディトイレが、これがね離陸するまでにどれぐらい時間があったと思いますか。はい、この機密情報がある部屋に、はい、スキビディトイレたちが来て、
コンテナに運び出すまでなんと1分30秒しかないんですね、このシーンまでね。ということで、このスケビディトイレのね、この抱えてるコンテナの中に入っているものが、はい、ここにある資料だったりね、アイテムだったとしたら1分30秒で運び出したということになるんですよ。ちょっと現実的ではないよね。でもさ、一応プランジャーマンたちが出ようとしてる時に、はい、あのね、奥の扉がね、どんどんってなるんですよ。はい、もしかしたらこの後スケビディトイレが1分30秒で運び出したという可能性もあります。まあ、総合的に考えると、このね、コンテナーの中には何が入ってるかっていうことに関しては、Gマンたちがね、このアルファヒルズ基地をね、捨てて、もう重要なものだけ持って逃げたっていうね、意味合いなんじゃないかなって思うんですよ。まあでもおそらくね、大事なものが入ってるんでしょう。これを逃がしてしまったのは、結構ね、痛いのかもしれません。でね、サイエンティストのね、泣き殻、倒されたサイエンティストを運んでるんじゃないかって考える人もね、いそうなんですが、これ運んでる時、サイエンティストはバリバリナイフスピーカーマンたちと戦っております。つまりやられる前ですね。さあ、そして71話のね、最後のシーン、はい、Gマンたちが去った後、サイエンティストも置いていくしゃあないってなってね、逃げ出した時に、はい、この後ね、アップグレードディテイナーアストロトイレがね、はい、このようにですね、何かを探してる、もしくはサイエンティストがいないのを確認して Gマンたちを追いかけた。すごいね、アップグレードディテイナーアストロトイレはね、慎重派だと思いますんでね。いや、Gマンたちがね、去った後にですね、ワープじゃなくてぬっと現れたところがね、一つポイントになってるんですよね。この場でね、見てたと思うんですよ、一部始終流れをね。おそらくサイエンティストはもう来ない、ならば Gマンたちを追って、はい、Gマンを捕獲しよう、もしくは倒そうって考えてるのかもしれません。とにかくね、アップグレードディテイナーストロトイレはね、サイエンティストがね、いない時に Gマンとなんかね、会いたがってるようにね、見えるんですよ。そういうね、タイミングを狙って出てきてると思うんですよね。Gマンの特殊なボディ、タフさみたいなところがね、はい、欲しくて Gマンを狙っているのか、それとも単純に Gマンを倒したいのか。邪魔だと思っていたサイエンティストは、はい、カメラマンやスピーカーマン、テレビマンたちが倒しましたということでね、一番喜んでいるのは、もしかしたら、アップグレードディテイナーアストロトイレたち、アストロズ、かもしれませんよね。そしてね、もしかしたら、この後、直後にですね、Gマンたち、スキビディトイレ、バーサス、ディテイナーアストロトイレたち、アストロズたちのね、激しい戦いが、もしかしたら始まるんじゃないかなって、個人的には予想しております。皆さんはどうなると思いますか？今後のスキビディトイレについて、コメント欄でぜひ、お話ししましょう。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。明日はですね、このように、71話に登場したスキビディトイレたちを、一挙ですね、解説していきたいと思いますので、お楽しみにというわけで、それでは今日はこの辺で、またね！